おはようございます。おはようございます。新人、はい、今日何ロケ、初ロケ初ロケですね。正社員なんで初ロケ。もう安全帯使えんで。あれなんか都合人さん、何都合人エキストラ、なんかおしゃれな格好してきやがってこいつ。冬なんですよ。あ、冬なんで。何それ、もう心が冬だろ。心が冬です。晴れ模様です。これは、はい、これは秋です。いいですって書いてある。頼むわお前。最初の現場動画だけど、安全帯がうるさいでさ。はい、視聴者の皆さんね。あ、そうですね。安全帯がうるさいもんで、はい、動画撮れへんわ。毎日使ってるけどね。まあ使ってますね。一回見てみようか。一回見てみますか。使ってる。わ、使ってるわ。使ってる、使ってる。すげえ。使ってるね。使ってますね。ちょっと久々に現場動画撮ってみようか。何あの、これってのはなんか視聴者が5メーター以上は、はい、なんか別に来年になっても新基準もなんかあれはたわん、あのハーネス使わんでいい。あ、5メーター以内以下ですか。以下、うん、以下。あ、そうなんですか。あ、じゃあもう戸建てなんかじゃよっぽど使わんでいいって。どうなんだ、視聴者みんな知ってる。まあ新来年からだ。でもでかいところはもう役所とかでも、うん、下の人間はまあ安全帯はまあ普通の安全帯でいいけど、うん、もう上上がったりとか枠とかで2メーター以上とかよく言うよな。2メーター以上安全帯使う。どうなの、2メーター以上が安全帯使わないで。職長のお前と資格持ってるじゃん。僕だけ職長の資格持ってないです。あ、もう持ってないの。はい、みんな持ってるんですけど。なんで顔でダメだった。はい、顔でダメだった。お前も職長顔じゃないわ。違う、証明写真送ったらなんかブラックリストに登録されてるんですね。そう、証明写真送ったらこれ証明できんの。証明できないです。認識できませんってなった。顔認証できないです。顔認証できないですけど、あ、プリクラだったら反応してくれる。プリクラ反応とかねえか、はい、あ、顔になるもんな。顔になる。めちゃくちゃでかく、めちゃくちゃ大きくなるんですから。マジで、めちゃくちゃいいや。今日プリクラ撮りに行こうかな。サムネ貼っといて。お、あずめ使っとるね。たまたまだよ、はい。お前そういう顔すんなって、お前視聴者にまたアンチコメント入れられちゃう。たまたまじゃないよね、毎日使ってるよね。全然使ってねえだろ、絶対コメントが入ってくる。何マンションとかああいう決済者の人はもちろん使ってるだろ、やっぱ。もういや、絶対使ってますよ、それは。絶対使ってます。もうしょっちゅうなんかローキションに電話かかってくるらしいな。そうなんですか、安全帯ですか。あの塗り替え道場、あの動画撮ったりさせろとか。はい、バカじゃねえんだよ。そうっすね。バカっすね。いや本当にでも YouTube からの仕事いないっていうのはもう、増えとるもんな。増えてますね、今。でもやっぱ会うと、こうやって俺と会うと、今日も挨拶ぶっちゃけしてるじゃん。それではちょっと動画だけ撮らせてもらいます。はい、お願いします。はい、ぶっちゃけそこから始まってるけど、挨拶しただろ。そうですね。それは絵は全然違うってやっぱ言われるよな。これ全員知ってますもんね。あ、その YouTube でお客さんで来ると、なんか僕もたまにこうやって立ち会い行くじゃないですか。うん、立ち会い行った時に、うん、あれ来てるじゃん。現場に来るのシールは、シールは誰が来るの、新人が来るのとか言って。あ、民間で、民間です。あ、うちの仕事で。そうです、うちの仕事で。お客様が YouTube を見て、だって結構依頼が多いじゃないですか。うんうんうん、うん、でそうすると、まあ、指名じゃないんですけど、うん、よく動画に載ってるあの珍獣とか、そうだったら寺西くんとか、ああいうの出してっていうね、を、うん、なんか来てくれるんかな、来てくれるんかな、すごいなんか楽しみにしてるんですよね。いや、寺西さんとか来ないっすねって言うと、あ、そうなんだ。失敗しました。最近はないでしょ、出ないし、出てない、まあ、まあ出てないですね。もう行ってこんで、あと2ヶ月ぐらいで卒業だな。もう卒業っすね。2ヶ月だな。はい、最後もう一個出るかみたいな話はチラッと喋ってるな。はい、うん、最後みんなでボコボコにしてみたっていう。最後ボコボコにしてみた。最後ボコボコにしてみた。もう塗装できないからな。お前この格好初めて見たんちゃう。そうっすね、初めて。お前がだってアルバイトで来てる時なんてこの格好あんまりしないもん。夜撮りとかあんまりしんもんな。この格好はでも親方くんぐらいしか見てないんじゃないですか。こんな格好で親方くん七部じゃないですけど、ちょうちょう、俺もトライチだもん。毎日トライチの七部ですね。七部なんかもう誰も切り合ってないで。ネット注文しよう。明日は見ようよ。Thank you.
まあ絶対腰から上でやれるじゃん、ジェネコン。俺もだってずっと本当に現場で打ったから、もう本当にジェネコンなんか双眼鏡で見ておいてよ。俺も2、3回手に気にしようと思う。しかもさ、もう鉄骨とかの持って柱とかなんか、もう本当にこうやってかけるしかねえんだよ。覚えてボーイングで見られるのか。あ、絶対大変、絶対は大変ですね、民間は特に。まあでもなかなか進んでいかんすよね。民間だったら進んでいかんすね。嘘つきな、お前カメラ回ってないとか使ってねえだろ。ちゃんと使ってますよ。何この言い方。お前、絶対お前カメラ回ってないとか使ってねえだろ。ちゃんと使ってます。お前そこはお前続かなきゃいけないからだろ。どっちが良かったか分からない。それお前嘘つきな、お前安全帯使ってねえだろ。ちゃんと使ってますよ。お前役者が村的だわ。ちゃんと使ってますよ。ちゃんと使ってますよ。やっぱ現場撮れるのは寂しいな。なかなか撮れんもんな、これが。仕事も進まんしな。最初そこから始まりましたしね、 YouTube って現場をこうやってなんか対決とかそういうのから。そういうの面白いじゃん。面白いですね。本当はもっともっと現場系の伸びるっていうか、はい、視聴者が面白い、ちょっとありえんことだよな、はい、競争とかスピード競争とか、足場材で殴ってみたのかな、はい、社長上から投げてみたのかな。社長上から投げたら死んじゃいます。俺も死なんて。はい、お前らの生存域の話すんなの。一回スカイダイビングやってみません。スカイダイビング、パラシュート取ってみたら。パラシュートなしで切る。俺口だけない。はぁーで飛べる自信がある。1000メーターぐらいだったらもう多分自信があるわ。本当に普通にあるもんな。大体40メーターぐらいから落ちたことあるもん。40メーターですか。40メーターから落ちるとどんなになるんですか。どういう風になるんですか。もう分からん、もう分からん。もう分からん。多分ここにいないから。あの人使えるか分かんないですよ。ってことじゃないですか。うん、足場の3階建てか3層から落ちたらしいです。なんか元々でもなんか港の、そのオペレーターなんていうんですか、なんか資格と似てるメーカーがいる。あれやっとたんです。重機の運転手だろ。足場やっとくか分かんないですけど、なんかやって、落ちて、頭陥没したらしいです。死んだ。いや、生きてるらしいですけど、多分重傷じゃないですかね。陥没して、どの方の、最近最近です。そう、わぁ、マジ。まあ、やめたやつなんですけど、まあ、行って営業希望で入ってきて、はい、1年ぐらいおったから、資格が取りたいって言ってね、やっぱ現場も。やっぱり、営業初めてだったけど、やっぱり 営業向いてないから資格取って、ああいうなんか、お金もらって資格取るとかあるんだろ。ポリティックセンター重機の免許とか全部取れるから。取れます。で、取って、そういうとこで、そこ卒業すると結構海運会社とかそういうところに就職しやすいんだよね。しやすいです。で、そこに入って、また辞めちゃって、なんかそこから押して、まあ、塗装とかの建設関係の仕事に入って、あ、でも、陥没したんだ。頭陥没する。まあまあ、でも、まあ、陥没したみたいな顔したらいいよ。イケメンだったよな、でもあいつな。あいつイケメン。結構イケメンだったよな。でも、ヒョロヒョロしてるんですよ。確かにあのもう一人 あのカメラ兼編集の伊藤みたいな感じだな。これ結構ガッツリしろもんな。ガッツリしろ。顔めっちゃ可愛い顔しろのに、なんか後ろから見たらなんか結構お前ガシッとしろよな。そうですか。結構多分体型テラに近いよな。あ、でも肩幅は広い。広いよな、お前な。牛島くんもめちゃくちゃブスにした感じです。牛島くん、ちょっと前後ろ見てるじゃん。いや結構ほら体型よくね。結構お前に近いとこあるよな。これさっきも俺一緒かんとこいつお、なんかいいからな、シェーンな。でもなんか上だけでかすぎんすよ、なんか逆算じゃないですか。逆算じゃん。いや、お前も結構その、どうも並んで並んで。ちょっとおしゃれな服着て、なんか生きてるやつ。いや、近いよ、後ろ二人で背中並べて。いや、なんか似てね。似てますよ。うん、足の感じとか。ああ、そう。肩がおかしいよ、なんか。肩がなんか緊張して上がっとんのか、それ。いや、そうでもないよ、ちゃんとなんか、結構だってガッチリしてるな、だって。上脱いで、上脱いで。肩歪んでない？歪んでないでしょ。やりお前の目が緩い。じゃあ、足場じゃない。足場が斜めなの。もう結構ガッチリでしょ。まあ、やっぱりだって右に曲がっとるね、お前。だから下が悪いじゃん。いや、違う。下が斜めだから。下が斜めだから。こっち向いて、こっち向いて、こっち向いて。下、右タイプ上がる。うん。左下がっとるわけよ。どう？何の動画かもよく分からんけど。俺の場合水平取れるからさ、前後はまっすぐなの。そこやって。いや水平取るのが仕事なんで、どんだけ斜めと思ってこうやって。なんでお前じゃ顔の水平は取れんの。はい、顔の水平は取れんの。いや、顔は水平で左右対称です。対称よ、バランスが悪いよ。左右非対称。今日のサムネは決まったね。はい、今日のサムネは元社員落ちて頭陥没。そこ使うって視聴者もこれでサムネ詐欺かって言われたけど、じゃあ本当にあれ金取りに行ったもんな。さすがに動画にできんよって最初言っとるやんけよ。
で、なんか一人前からだったら時間、大切な俺の時間を奪うなちょお前もう YouTube 見てる時点で暇じゃんやろう違いますよ今日もそうだね、でも俺行きでなんかな、本当は自分の YouTube を確認してサムネを決めたりしなかったんだけど、はい、あのレペゼン地区解散だな。あ、そうなんですか。本当な、やらせかなと思ったんですよ。あ、でも解散してまた新しい家に。いや、じゃあ本当になんかドームでやったら解散みたいな。まあ、昔から決めたレペゼン宇宙。そうそう、福岡ドームなんだよね。だからそこで、次新たなことを進むあれをみんなに伝える。あ、そういうの。あ、でも解散をしよう。解散はします。出るかしいって思う。強いみたいな。昨日もうなんか上がった瞬間、8分ぐらいでもう再生が何十万再生だった。あ、マジで。今日見たら100何万なんか再生だった。あ、俺もそれ見た。一人で喋ってるやつだろ。そうそう、椅子で喋ってるやつ。先生、今日撮りますか夜。デリカイド場解散。3000回ぐらいしか見なかったから視聴者さん悲しむよ。まあこれもつかず、なんかこれもつかずいってイエーイみたいな。まあね、やっと10万超えてこっからっていう時なんでね、はい、またちょっと頑張って動画も作っていこうと思いますね。はい、安全帯、まあうるさいのもあるけど、はい、まあ皆さん楽しくやろうね。注意してください。え、あ、そうそう、あの求人道場か、まあ、求人道場が、はい、まあ、この間もちょこっとあの動画に一本にして、まあ、あまり伸びんかったけど、全国の街にそれ質問が来たんだよ、はい、その他の県もできるようにしてくださいって。ちょ全国 の、 あの建設会社と職人さんの街、これ足場以外で解体とか、はい、土木も全部ある。あの30何業種か、はい、建設業許可持ってる30何業種に分けて、もう建設営業とかも募集しとったかな、はい、建設会社で求人が出せるんで、まあ、あのぜひ出してください。はい、で個人事業主も出せるから、はい、どんどんやってさ、本当にそれこそ俺もあのエレベーターの地球の社長の動画今日来るって言って、努力してんなこいつと思ったけど、はい、うん、あのただ努力して結果は出んか、はい、求人すら、無料の求人すら出せないっていうのさ、ぜひ求人出して、でまあ働く子も結構見に来るからね。そういう感じです。まあ、事故、まあ、今安全帯使って、まあ、もちろん、まあ、半分冗談みたいなね、あの俺もターゲットなこと言っちゃうんであれですけど、あの安全帯使って自分の命はもう本当自分でしか守れない、はい、会社が守るんだろう、どうのこうのとかって言う人もいるけど、もう自分しか守れない。俺も職人やってたら本当わかるけど、会社は守ってくれんで、人は自分のこと守ってくれない、はい、だって会社辞めることすら自分守ることかもしれないし、はい、うん、自分を助けしてるところで働くようにするから、自分が率先して何かやっていかんと、それはその建設業だけじゃない、俺社員全員言うじゃん、お前やめろ、やめろ、やめたくないんだから、はい、自分がはっきり言ってこないと、まあ、例えば撮影でもそうだよな、夜遅く撮るぞって言って、はい、あ、はい、わかりましたって言って、本当女の子にデートあったのに文句言えっておるじゃん、はい、それはいかんぞって俺言ったし、はい、最初に。それと同じ、やっぱ自分の人生は自分でしか守れないから、はい、まあ、そこはちょっと意識してやった方がいいんじゃないでしょうかと思います。はい、まとまったまとまりましたまたね、まだ見てる。どうだ？よくわからなくて。